はい、おはようございます、青島です。今の時刻が10時5分、西岐阜駅をスタートしてだいたい10分ぐらい経ったところです。国道21号線に出てきてました。今からこの穂積大橋を渡って長良川の右岸側へ行きたいと思います。今日はですね、今からサイクルトレイン、養老鉄道のサイクルトレインというのがありますので、それに自転車で乗りに行きたいと思います。では行きましょう。今日ですね、今11月24日連休明けの火曜日なんですけど、本当は今日ね東京に行く用事があったんですよ。で、仕事の方は午前中で終わるんで、昼から西武電車、この間ブルーリボン賞を取った、西武電車の特急ラビュー、あれに乗ってちょっと乗車レポートしようかと思ってたんですけど、まあ、例の病気がちょっとまた流行りだしたもんですから、ちょっと東京行くのはあんまり良くないだろうということで、東京行きそのものがキャンセルになりまして、1日予定が空いたということになります。それで、まあ予定空いて天気もいいし、じゃあサイクリングでも行くかということで今、自転車乗ってるんですけど、まあ、どうせサイクリング行くなら、まあ、岐阜県には2つね、サイクルトレインって言って、自転車を折りたたんだり分解したりせずにそのまま電車に乗せることができるサイクルトレインっていうのがありますもんから、それに乗ろうかということで今、出かけているわけでございます。さっきもちらっと言いましたけど、サイクルトレインってやつですけど、本当はですね、鉄道っていうのは自転車そのまま持ち込めません。持ち込むためにはですね、折りたたみ自転車であれば折りたたんで、こういうスポーツバイクであったら、前輪や後輪、車輪などを外して、コンパクトにして、専用の袋、輪行袋って言うんですけど、そういうのに入れて持ち運ぶと、鉄道に、乗ることができるんですけど、そのサイクルトレインっていうのはそういう面倒な輪行作業をしなくても、このまま乗せることができるっていうね、鉄道でして、まあ、なんて言うんでしょう、観光目的というか、空いてる電車の有効活用といいますか、まあ、そういったね、サービスをしている鉄道です。そういうサイクルトレインって結構全国にいろいろありまして、会社によってバラバラなんですけども、今日僕が行こうとしている養老鉄道さんっていうのは、土日休日は1日中で、平日は昼間の時間帯、だいたい9時10時ぐらいから、3時4時ぐらいまでかな、の電車に関しては、自転車がそのまま乗せられるということのようです。岐阜県には養老鉄道さんの他にも長良川鉄道っていうのもありまして、今日そっちとどっち行こうか迷ったんですけど、長良川鉄道さんっていうのはサイクルトレインやってるんですけど、1日1本で、しかも片道だけなんですね。で、平日と休日でちょっと乗る電車が違ってて、平日だとちょっと遅い時間で、関から美濃白鳥までかな、休日だと前平公園ってところから終点の北濃まで、ちょっと早い時間帯の電車なんですけど、まあ、それに乗ることができるようで、まあ、どっちにしようか迷ったんですけど、まあ、列車の乗せられる本数が養老鉄道さんの方が多いということで、今日はそちらを選びました。怖いな、ここよいしょ。はい、景色のいい堤防の上に上がってきました。今走っているこの道路が、長良川サイクリングロードといいまして、スタートが岐阜市の岐阜駅からちょっと北に行ったところにある中節橋、そこから長良川の堤防左岸側をずっと南に下りまして、途中こう右岸に渡るんですけど、で今右岸、ここ僕走ってるところですけど、このままさらに南下して、木曽川とか、揖斐川なんかが合流しそうで合流しない、
あの木曽三川というところがあるんですけど、そこに木曽三川公園というのがあります。でそこまで約35キロか40キロぐらいかなの、サイクリングロードです。で今日はそれを使ってですね、まず、木曽三川公園まで行きまして、そこから、多度の駅、養老鉄道の多度の駅が近いので、で多度の駅まで移動して、でサイクルトレインに乗って大垣まで戻ってきて、で最後、岐阜へ戻るという工程でサイクルトレインに乗りに行こうかと思っております。まあいきなり大垣から乗ってもいいんですけどね、まあ多分帰りの方が疲れてるでしょうから、まあ行きは自転車、帰りは電車ということでお送りしていきたいと思います。ですので今日の電車は、ですので今日の動画は前半はサイクリング、後半は鉄道と、いつもの乗り鉄という感じになります。まあ養老鉄道の様子を見たい方はどうぞ動画の後半、そちらまで、ジャンプしていただければと思います。はい、お城が見えてきました。これ砂又城ですね。ちょっと寄ってみましょうか。ちょうどここから大垣市のようです。よいしょ。これこんだけ厳重に柵がしてあるから本当は降りちゃいけないんだろうな。よいしょ。あ、でもいいや。よいしょ。怖え。よし、今なら車が来てない。急げ。うわ、かっこいい。砂又一夜城です。これはあれですね、信長が美濃を攻めるときに、秀吉がここにその拠点となる城を一夜で建てたという伝説のあるお城で、通称一夜城と呼ばれておりますが、木下藤吉秀吉の像ということで、太閤秀吉出世の泉、確かこれでね水攻めが成功して、で秀吉がね出世のきっかけになった、信長に認められて出世のきっかけになったと言われているお城一夜城です。はい、10時23分スタートから29分、だいたい7キロ弱走ってきました。では一夜城ね後にして進んでいきます。本当はサイクリングロードはまだ堤防の上なんですけど、この先こっちから行った方がその後走りやすいので、こちらの、なんつったっけな、こっちの桜の堤防を走ります。これでもすごそうだね。これ花見の時とかめっちゃ綺麗です。そうですね、全部桜ですよ。これ右の方にこれ見えるかな、大きなソーラーパネルがあります。新幹線から見えるあのソーラーパネルですけど、昔山陽電機が作ったソーラーパネルです。今パナソニックになりましたけど、新幹線乗ってて、どうでしょう、岐阜羽島過ぎて長良橋の長良川の鉄橋を渡るとすぐ右側進行方向山側に見えるソーラーパネルです。はい、正面に橋が見えてきました。これ2本並んでます。手前が羽島大橋県道一宮大垣線で、その向こう側が東海道新幹線です。あ、ちょうど来た今、あれはのぞみ号でしょうか。東京行きが上り列車が目の前を通過していきました。今の時刻が10時39分、スタートから45分、11.8 キロのところまで来ました。県道大垣一宮線と東海道新幹線のガード下をくぐります。
よいしょ。ちょうど今上りの新幹線が行ったんで、ちょっと下りの新幹線通過するまで休憩しますか。どれくらいで来るかな。はい、もう来たかよ。はい、ええよ。休憩終わります。ただいまの時刻が10時49分、スタートから54分、 13.8 キロのところまで来ました。前に見えるのが名神高速道路です。っていうかここ走り逃げ、ここは確かね、このまんままっすぐ通り抜けできないんだよな。ちょっとね、サイクリングロードが、若干西の方へ迂回します。どの道だよ。おお、日陰に入ると寒い。日に当たるとこめちゃくちゃ暑いんだけど、影は寒い。よし、おお、怖っ。名神高速道路通過。あと残りね、もう20キロ切ってると思います。多度の駅まではもうちょっとあるかな。最初の目的地木曽三川公園まではね、もう20キロ切ったと思います。はい、ただいまの時刻10時58分、スタートから1時間4分、 16.5 キロのところです。ここ大谷部大橋、大谷部大橋って言ったかな。じゃあこれを通過いたします。ああ、見えてきた。木曽三川公園。あと少し。はい、時刻が11時4分。スタートから69分、70分。18.4 キロまで来ました。道の駅クレール平田です。どうしようかな、休憩しようかな。もういっか、このままとりあえず木曽三川公園まで行っちゃいたいと思います。はい、道の駅クレール平田からすぐ南側、時間11時6分、スタートから72分、 18.8 キロ、こちらが南の大橋です。南の大橋の今佐賀にいるんですけど、これ右岸の方へ行くとだいぶ前に廃線になりました。名鉄竹鼻線大須駅の終点だった名鉄竹鼻線大須駅の後だったところがあります。後だったところじゃねえな、駅だったところがあります。はい、ただいまの時刻11時24分、スタートから1時間30分、24.4 キロのところまで来ました。今くぐってるのが東海大橋です。
やっとここまで来た。さあ、最終の目標の木曽三川公園まで間にかかる橋はこれが最後なので、もう次は、最初の目的地木曽三川公園ということになります。はい、スタートから今11時50分、スタートから1時間55分、31キロ地点までやってまいりました。こちら国営木曽三川公園長良川サービスセンターです。これ多分なんかスポーツ施設ですね。トレーニングルームがあったり、会議室があったり、あとなんか長良川でボート競技やるときの会場になったりすると思うんです。今日は平日なので、誰も利用している人はいなかったような感じです。ここを過ぎるとね、もう少しです、見えてきました。木曽三川公園エリアですので、最初の目的地、木曽三川公園はあともうどうだろう、5キロないんじゃないかな、5キロぐらいかな、だと思います。正面にね、かすかに目印のタワーが見えてきました。さあ、11時55分、スタートから約2時間、33キロ地点、ようやく最初の目的地、木曽三川公園到着です。よいしょ、いや、着いた。さあ、うお、最後の最後です。これ上登るってか。よいしょ。ここの橋がね、長良川大橋っていうんですよね。さっきが長良大橋ね、こっちが長良川大橋。紛らわしいけど、もうこの橋を渡ると向こうはもう愛知県。昭和61年1月にできた橋なんで、まあどっちかっていうとまだ新しいですよね。それまでここに橋なかったのか。あー、着いた。よいしょ。着いた。到着。いやー、すごいな。いやー、着いた着いた。あ、学校の遠足の子たちがいる。よし、お昼ご飯食べよう。ここで今カメラの電池が切れてた。どこまで撮れてたか分かんないんで、もう一度話します。12時40分ぐらいにさっきの木曽三川公園を出ました。で、多度の駅までは10分ぐらいで自転車で行けると思うんですけど、
今の時間が47分で59分、多度の駅59分に大垣行きの電車が出ますんで、なんとかそれに、ね、乗ろうと思いまして、今頑張って駅の方向かってます。あ、見えてきた。これ上、養老鉄道です。ここは今高架になってんだな。近くに川があるのかな。よし、着いた。見えてきた。さあ、着きました。あ、すみません。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。どちらまでのご自宅？大垣まで行きます。大垣まで。はい、ありがとうございます。お願いします。サイクルトレイン乗車地、ここは、今の時刻が12時55分59分発だったと思って、もうすぐあと4分ぐらいで列車来ると思います。ここにね、サイクルトレイン乗車位置っていうのが書いてありますので、多分ここで待ってれば大丈夫だと思います。ここでですね、少しちょっとルールを無視してしまいました。養老鉄道っていうのは、自転車を乗せられる車両っていうのが決まってまして、ホームページを見ますと、進行方向の前から2両目の車両ですという記載がありました。これを見落としておりまして、今来た電車7700系の3両編成なんですけど、後ろの方が空いているのと、まあ、なんとなく自転車乗せるときっていうのは一番前か一番後ろみたいな、そういう勝手なイメージがあって、こちらに移動してきてしまっておりますが、これは完全な間違いですので皆さん気をつけましょう。はい、今車両の一番後ろに移動してきたんですけど、まあ、他のお客さんも乗ってるんで、あんまり大きな声で喋れないし、いろんなところから写真や動画撮ったりするので、ね、ここで喋ってるんですけど、お客さんの数は空いてます。どうでしょう、1両の一番小の車両が5人ぐらいしか乗ってないので、全体でも50人ぐらいというところでしょうか。これぐらい空いてるか、自転車乗せても全然問題ないですね。まあ、朝晩も、通勤通学の方がたくさん乗られると思いますので、自転車乗せるのは無理だと思いますけど、車の時間もサイクルトレインは比較的、利用しやすいと思います。まあ、降りる駅の関係もあるのかもしれませんけど、今の井の山崎で、一番後ろの車両みんな降りました。乗ってるの僕だけです。これくらいならね、少しわがままに大丈夫そうなので、ちょっといろいろ遊んでみたいと思います。周りのお客さんに迷惑かからない程度に遊んでみたいと思います。
ちなみに養老鉄道で自転車が乗せられる駅は桑名駅を除く全駅です。揖斐から播磨駅の間で自転車を乗せることができます。また自転車を乗せることができる列車は時刻表に自転車のマークの記載がありますので、そちらを確認してください。はい、14時33分スタートから3時間、まあ、走ってる時間が3時間、4.6 キロ過ぎました。朝渡った穂積大橋まで戻ってきました。ゴールの西岐阜駅まではあと少しです。さあ頑張っていきましょう。さあ橋渡れば岐阜市に戻ってくる。頑張ります。はい、ということで無事西岐阜駅まで戻ってきました。まあ、本当ならここでね、やったー感動のゴールってことを今喋ってるはずなんですけど、まさかのワイヤレスマイクの電池切れです。いや参りましたよ。この後ね、まあ、片付けてる時にそれを気がついて、あれマイク電源入ってないじゃんってね、帰り道この片付け撤収してる時に気がつくんですけども、いやー参りましたね。一番やっちゃいけないんですけど電池切れ。今使ってるワイヤレスマイクがロードのワイヤレス GO というマイクで、確かね説明書には7時間持つって書いてあったはずなんですよ。で全然時間的には余裕なんですけど、まあ実際やっぱりどうでしょう、4時間ぐらいしか持たなかったのかな。電車の中とかお昼ご飯食べてる間も基本的にはずっとつけっぱなしにしていたので、電源入れっぱなしにしていたので、まあ、その時間でこう消費してしまったかなという感はあります。あとスタートの時に入れ忘れるといけないので、もう家を出る段階でワイヤレスマイクのスイッチ入れたんですよね。で、まあ、最初に喋り出すまで30分ぐらいあったので、まあ、それがちょっと最後に響いたかなというのが今回の反省材料です。ということで今映像はね、西岐阜駅に止まっていた列車を見送って、はい、これで無事ゴールしました。最後までご覧いただきましてありがとうございましたというようなことを喋っております。